ユーナとヒルノの人格は同化され、データも正常化された。これで、一件落着、ね。一連エーナさん、待ちなさい、ユーナ。お姉ちゃん、最後ぐらい二人きりにしてあげなさい。それくらいは我慢できるでしょ。うん。これでみんなとは本当にお別れね。アカシックのメモリに残っているデータがリセットされたら、もう私は元に戻れないから。レイナさん、ユーノは、ユーノは、ユーノ、あなたの他人を見る目は本物よ。だから、その目で、これからはしっかりと自分を見なさい。うん、そうするよ。ありがとう、レイナさん。最後にまたみんなに会えて嬉しかった。こうやって、ちゃんとお別れすることもできたし、ジャッジメント7が一つになれたところを見れたしね。もうそんな顔しないで。ジャッジメント7にこんな締めっぽい別れなんて似合わないわ。短い間だったけど、ジャッジメント7のみんなと一緒にいられて嬉しかった。みんな、今までありがとう。さようなら。どうやらこっちも時間のようだね。さあ、俺たちの世界に帰ろうか。ねえ、ちょっと、みんなってば。大丈夫？あなたたち一体何をしていたの？ていうか、呼んでも返事がないから心配したんだよ。しかもゴーグルかぶったままだし、まるでアカシックに接続中みたいでさ。ってさすがにそんなことないか。新作のテストプレイでもしていて寝落ちしたの？まあそんなところだね。テストプレイ中に寝落ちしちゃうほど退屈なゲームって、そんなんで大丈夫なの？やっぱすごいつまんないの？いいえ、いいプレイだったわね、ユーナ。うん、そうだね、最高のプレイだったと思うよ、なっちゃん。全ては七つ星黙示録に書かれた通りになったとだけ言わせてもらおうか。まあ我が輩の活躍が少なかったのは少々残念だが、私もちょっと役立たずだったかな。
美味しいとこは全部夏美に持ってかれたような。ま、結果オーライだから全然いいんだけどね。タニャもうヘトヘトなのだ。夜更かしと早起きの弊害なのだ。そうですね。とりあえずお腹が空いたんでご飯にしましょう。それだ。そうね、レイジにしてはいいこと言うじゃない。行こう行こう、たっちゃん。ちょっとユウノ、手を引っ張らないでよ。我が輩の腹に住まう魔物がわめいておるぞ。早く供物を捧げねば。たくさんご飯を食べてお風呂に入って、それからゆっくり眠るのだ。ちょっとレイジッチ、なんかあったでしょ。僕たちはジャッジメントセブンですよ。何もないわけがないじゃないですか。ユウノさん、頑張りましょうね。もちろんだよ。そうだ、レイジ君、今度二人だけでディレクター合宿をしようよ。今回は海に来たから、ユウノ次は温泉とかがいいかな。でもユウの高校に行ってないしな。そもそも高校生が温泉に行っちゃダメって法律ないしな。そういう問題じゃない。っていうか浅野、あなたこの天然妹にどんな教育をしているのよ。日が出てるうちから飲むビールは最高よね。会議も終わったし、開放感で気分爽快。うん、爽快なんてね。あれ、夏美、あんたなんか言った？買えない姉ね。
夏美、どうしたのだ。そんなプリプリしてるとシワが増えるぞ。ガジガジ君でも食べて頭を冷やすのだ。夏美さん、よかったらガジガジ君をどうぞなのです。ふん、いただくわ。諸君、引きたまえ。今、陽子君に教えてもらったんだが、なんと今晩、近くの神社で夏祭りがあるらしい。屋台もたくさん出るそうだ。いろいろと宿題は山積みだが、企画会議も無事に終わったことだし、合宿の最後はみんなで夏祭りに繰り出そうではないか。祭りとなるとテンションが上がるなりや。必死。別にあなたはお祭りじゃなくてもテンション高いじゃないの。そういう夏美先生こそこんな人混みに来るとは意外である。やはりリアルワールドの汚染は深刻なようであるな。別に私はただお祭りで浮かれている愚か者たちを笑いに来ただけよ。思いっきりお祭りを楽しんじゃうんだね、レジ君。目指せかき氷全種類制覇だよ。一緒に頑張ろう。ここでもかき氷なんですか。さすがにお腹を壊しちゃいますよ。ターニャ、お面が欲しいのだ。それから綿飴とリンゴ飴とあんず飴を食べるのだ。レジはターニャのお世話をちゃんとするのだぞ。ちょっとちょっと、レイジは私と一緒に焼きそばを食べるんだから。そうよね、レイジ。初耳ですけど。男が細かいこと気にするもんじゃないわ。私がおごってあげるからいいでしょ。違うよ、レイジ君はユーノと一緒にかき氷を全種類制覇だよ。その後はオリジナルブレンドに挑戦するんだから。こっちだって焼きそばの後はお好み焼きと唐揚げとフランクフルトと。浅野がフランクフルトならターニはチョコバナナなのだ。レイジ、一緒に食べるのだ。それならユーノは練乳かき氷だよ。レイジ君好きだよね。極太のフランクフルトだって。濃厚なチョコバナナなのだ。トロットロの練乳かき氷だよ。そんないっぺんには無理ですから。っていうか僕絶対にお腹壊しますから。しかもなぜか食べ物のチョイスが尾張さんみたいになってますし。そうよ、あなたたち少し落ち着きなさい。レイジには私と、その、囚われの金魚を救出するという重要なミッションがあるのだから。ちなみにこれは私的な目的ではなく、動物愛護の観点から。そんなこと言って、なっちゃんもレイジ君と遊びたいだけなんでしょ？おかしなことを言うのね、言うの。遊びたいだなんて。むしろ私が遊んであげるのよ。
いいえ、持って遊んであげるわ。午前0時。すみません。それは普通に遠慮したいです。私の誘いを断るなんて、何様のつもりなのかしら。なあ、世界よ。こういうシチュエーションはアニメなどで見る分には楽しめるのだが、実際に目の前で見ると、なんとも悲しい気分になるのはなぜであろうな。ま、あれはあれで大変なポジションだと思うけどね。しかし、レイジ君が来てから、なんだかみんなの肩の力が抜けたっていうか、いい感じにまとまりが出てきたっていうか、逆に混沌としたというか、そんな気がするね。いやー、結構、結構。君はユウノとかき氷なの？レイジは私と金魚すくいよ。今も救いを求めている金魚がたくさんいるのだから。お、ジャッジメントセブン集まってるね。早速楽しんでくれているようで嬉しいわ。なんだ、レイジっちモテモテじゃん。それじゃあ、みやびさんと遊ぼうよ。あら、それなら私も混ぜてもらおうかしら。ちょっと、みやびさんもようこさんもからかわないでくださいよ。よし、全員集まったことだし、まずは箱焼きで乾杯だな。その後は各自自由行動としようかね。たこ焼きで乾杯って何よ。それこそがジャッジメントセブン式なのさ。いやいや、そんな文化あたしたちも知らないから。ええ、初耳ね。何やもだぞ。言うまでもありませんが、僕もです。なんと、我が輩と世界とユーリの3人で全国各地の祭りに爆散しては、たこ焼きで杯を交わしたあの日々を知らないとだ。ああ、残念トリオの話ね。っていうか、ジャッジメント7関係ないし。だったら知らなくて当然だし。だが、あの頃3人で名乗っていたチーム名ジャッジメンがジャッジメント7の由来だからね。そうだったんですか。一人は北里犬の副所長まで出世したってのに、人生は残酷ね。世界さん、乾杯用のたこ焼き買ってきたよ。おお、さすがはユウノ。言われなくても買ってくるあたり、さすがだな。やっぱりお祭りに来たらたこ焼きで乾杯は外せないよね。その通り。レイジ君も見習ってほしいね。いやいや、その発想ができるのは変態な人か天然な人だけですから。それじゃあ、まあ、合宿の成功を祝して乾杯。乾杯した後のたこ焼きは美味しいね。美味しいのだ、美味しいのだ。あれ、レイジ、あんた一人じゃない。他のみんなはどうしたのよ。
どうやらはぐれちゃったみたいですね。マジで？みんないい年して何やってんのよ。とりあえず急いで皆さんを探しましょうか。ストップストップストップったらストップよ。別にわざわざ探す必要なんてないわよ。適当に歩いてればそのうち合流できるって。っていうか無理に合流したいわけでもないしね。それにほら、あの変態が言ってたじゃない、たこ焼きで乾杯が終わったら自由時間にするとかしないとか。きっと今頃それぞれ自由時間を満喫してるに決まってるわ。っていうか私たちだけ出遅れてるかもしんないし。そうですね、ひょっとしたらもうみんな好きなことをして楽しんでるのかもしれません。だったら私たちも負けてらんないわよ。さあ焼きそばを食べるわよ。それからお好み焼きに唐揚げにフランクフルトもね。僕さすがにそんなには食べられませんって。大丈夫、ビールでも飲めば食欲アップしてガンガンいけるから。お祭りグルメを堪能しなかったら一生後悔するわよ。お、早速焼きそばの屋台発見。さあレジ、お祭り食い倒れの旅の始まりよ。うん、美味しかったわね。あ、見て見てレジ、あそこほらトルネードポテトだって。珍しくない？せっかくだから試してみましょうよ。待って待ってくださいって浅野さん、さすがに食べ過ぎですって。浅野さんはともかくとして僕はもう限界です。少し休憩にしましょうよ。まったくレイジはだらしないわね。若いんだからもっと食べなきゃ。そんなんじゃ大きくなれないぞ。いえ、これ以上大きくならなくてもいいです。浅野さんと違って部分的に大きくしたいとこもありませんし。ちょっと何よそれ、もしかしなくても私の胸のこと言ってるでしょ。すみません、口が滑りました。まったく男ってのは本当にどうしようもないわよね。大事なのは外見じゃなくて中身でしょ。いや、浅野さんの場合は中身だって残念じゃないですか。何よレイジのくせに言ってくれるじゃない、ちょっと生意気だぞ。酔っ払いの相手は適当にすることにしてるんです。私は酔ってません。もし酔ってるとしたらそれは君にだぞ。ズキュン。浅野さん完璧に酔ってますよね。何よノリ悪いな、少しは嬉しそうな顔しなさいよね。浅野さん、めちゃくちゃ機嫌良さそうですね。何かいいことでもあったんですか？いいことがあったっていうか、現在進行形っていうか、別に有能以外の誰かとお祭りに来るのが初めてだからって。浮かれてないんだからね。いいえ、浮かれてますね。これでもかってぐらい浮かれまくってますね。浅野さん分かりやすいんですから、隠したって無駄ですよ。海まで走るわよレジ。
どうして？いいから早く！ああ、ちょっと浅野さん。そうですね。ねえ、レイジ。そういえば、あんたにちゃんとお礼を言ってなかったね。お礼ですか？僕何かしましたっけ？ほら、前に仮想世界で、デートしたじゃない？もちろんあの時はほらニコル君とデートしてるつもりでいたんだけど。ああそうですよね。うん、でも後からあの時のことを思い出すと、なんかどの場面もレイジと一緒にいたっていう思い出になっててさ、それって変だよね。もちろんあれはリア充ポイントを稼ぐための偽物のデートだってのは分かってるんだけどさ、でもなんか楽しかったっていうか嬉しかったっていうか、そのだからありがとうっていうか。レイジ、あんた何ニヤニヤしてんのよ。あ、いや、そのあの時おでこにキスしたことを思い出しちゃって。うわっ、なんで今ここでそんなこと思い出すのよ。もうドキドキしちゃうじゃない。でもレイジ、今度はおでこじゃ許さないぞ。ズキュン。まあいろいろあったけど、これで合宿も終わりだね。ああ、またあのクーラーの壊れた基地に戻るのか。考えただけでも気がめいってきたな。いっそのこと民宿でゲーム作っちゃえばいいのに。結局最後の最後までレイナさんに迷惑かけちゃったな。ごめんねレイナさん。それからありがとう。ターニョはレイナに会えて嬉しかったぞ。夏休みのいい思い出ができたのだ。さよう。我が家が一霊と過ごした時はこの魂にしかと刻まれ、決して色褪せることのない記憶として永遠に語り継がれるであろう。アディオス。
僕もレナさんから教えられたディレクターの心得を自分なりに消化して、僕にしかなれないディレクターを目指します。ありがとうございました。レイジのくせに生意気言っちゃって。でもまあ、今後が楽しみだわ。しっかり頼んだよ、レイジ君。一礼。とにかく私は書き続けるわ。いろいろ考えたり迷ったりしてても、どうせ他にできることもないのだしね。そんなことに時間を使っている暇があったら、一枚でも多く絵を描く。自分のためでも、あなたのためでもなく、ここにいるみんなのために。だから安心して見ていてちょうだい。じゃ、そろそろ行こうかね。そうね。田舎の電車の本数の少なさを甘く見たら大変だわ。下手に乗り遅れたら、次が来るのを何時間も待たなきゃならなくなるし。レイナ、またなのだ。疲れたのだ。早く基地に帰ってお休みしたいのだ。はいはい、あと少しだから頑張って。どうしたんですかね。わかんないけど、なんかスカイツリースカイツリー言ってるわね。嘘でしょ。なんだろうあれ、故障か。まさか、何かのイベントじゃないの。とにかくもう少し近づいてみよう。何度確認してもそういった内容になるわね。悪趣味な内容だわ。解読してて胸クソが悪くなったわよ。いるか？これってあんたの考えた文章なんでしょ？うん、その通りだ。これこそ我が輩が考えた JK からのメッセージだ。点滅を解読しながら我が輩驚きで震えたぞ。俺もだよ。まさか計画が次の段階まで進んでいたなんてね。ターニャもびっくりなのだ。何か楽しいイベントの告知だと思って解読してたのにショックなのだ。皆さん、モールス信号がわかるんですか。当然だろ。ひょっとしてレイジ君にはわからなかったのかい。それは社会人として少し問題じゃないかね。レイジーよ、
新たな設定を生み出す創造者にとってモールス信号ぐらい一般常識だと心得よ。我が輩は小学生の時にはすでにモールス信号をマスターしておったぞ。前に一度モールス信号の本をパラパラっと眺めたことがあるのだ。だから解読なんて楽勝なのだ。何よ、おかしな顔で見ないでよ。昔ちょっとかじったことがあったのよ。喋るのが面倒な時期があったから。ユーナとお姉ちゃんはね、昔二人で勉強したんだよ。まあ、いろいろとあったのよ。で、別にそんなことはどうだっていいわ。問題はモールス信号の内容よ。なんで JK マークの出現だけにとどまらず、スカイツリーの点滅まで始まってんのよ。今日は8月12日、ジャッジメントナイツにより宣戦布告が行われる日付であるからな。どうやら我が輩の考えた使徒消滅作戦は次の段階まで進んでおるようだ。ということは、みやびさんたちの活動どうやらうまくいっていないみたいね。全くもって不愉快だ。許せん。まったく、俺たちの企画をこんな堂々とパクるんじゃないよ。そこですか。当たり前だ。ワールドエンドヘブンは俺たちジャッジメントセブンが心血を注いで作ろうとしているゲームだ。いわば俺たちの魂と言ってもいい。その設定やシナリオがサイバーテロの道具なんかに使われるなんて我慢ならない。せめてロイヤリティぐらい払ってもらわなければ割に合わんぞ。我が輩も腹渡が煮えくり返る気分だ。すぐにこのモルス信号は解読され、内容がネットに流されてしまうだろう。それこそ最悪のネタバレではないか。このままではストーリー展開の変更も視野に入れなければならなくなる。こんな馬鹿げた理由で我が輩が作り出した最高のプロットを変更せざるを得なくなるとは下策なり。シャフシー。これまでは怖いだけだったけど、ここまでされたらなんか超ムカついてきたわね。ジャッジメントセブンを、私たちのことを舐めてるのよ。ただのゲーム屋だから何もできないと思っているのでしょうね。不愉快極まりないわ。ユーノも怒ってるよ。ネタバレしないようにっていつも気にしてるのにさ、超プンスカだよ。タニョ、タニョ、ターニャだってジャッジメントセブンの一員なのだ。面白いゲームを作りたいっていつも思ってるのだ。それを悪いことに利用されるなんて、犯人たちはお尻ペンペンの刑なのだ。レイジ君、君はどうだい。僕も許せません。たかがゲームかもしれません。だけどそれは皆さん一人一人が魂を削って作っている大切な作品です。イルカさんが設定を考えて、オアリさんとタチアナがプログラムを組んで、夏美さんがビジュアルを書いて、浅野さんが音楽を作って、ユーノさんが全体のサポートをして、そうやって作られている努力の結晶です。それがこんな形で利用されて、我慢できるはずがないじゃないですか。そうか、さすがだよレイジ君。だけど一つだけ大きな間違いをしている。皆さんではなく僕たちと言うべきだよ。
君もまた魂を削りゲームを制作している一人なのだからね。レイジ、立派に育ったな。死としてこれ以上に嬉しいことはないぞ。レイジ、あなただって私たちジャッジメントセブンの一員なのだから、もっと胸を張って怒りなさい。あなたにはその資格があるのだから。何よ、レイジのくせに。ちょっと嬉しくなっちゃったじゃない。あれ、どうしてくれるのよ。いえ、そんなこと言われても。ターニャ、レイジの言葉に胸がドキドキしてしまったのだ。レイジは罪な男なのだ。ユーナも嬉しかったな。ちゃんとみんなの役に立ってるってレイジ君が思っててくれて、これからも一緒に頑張ろうね。全員の意思は固まったな。ならばもはや迷うことはない。もう無関係を決め込むのはやめにした。俺たちジャッジメントセブンは13件と戦うことにする。俺たちのゲームの設定をもろパクリしたこのサイバーテロ計画を何としてでも阻止するのだ。そうと決まればジャッジメントポーズで決意を固めようではないか。はあ？ジャッジメントポーズ？そんなの初耳なんだけど。いいから俺の言う通りに並んでくれ。朝野、お前のポーズはこうだ。夏美はこう。アニチカはこうで、ユーノはこうだ。イルカは、まあ、任せる。レイジ君は、それではゲームを始めよう。いざジャッジメントタイムだ。で、これいつまでやってればいいの？ちょっと体がつってきたんだけど。決まっているだろう。魂がたぎるまでだよ。ではまだまだであるな。我が輩の魂の連動はこの程度ではないからな。必勝！お、ユウナも気合い入れるよ。あちょー、それならターニャも負けないのだ。よー、ちょっと皆さん、あまり騒がしくするとっていうか、めちゃくちゃ通行人に注目されてますし。彼らはまだ知る由もなかった。これから世界の命運をかけた聖なる戦いラグナロクが始まるということといったところね。行きましょう。僕たちの戦いはまだ始まったばかりです。ところで世界よ、新世界へはどうやって行くつもりなのだ。前回のようにエグジットの回線を基地まで引っ張ってくるのか。
それができたら楽なんだがね。その手はもう使えないんだよ。じゃあどうしたらいいの？アカシックにつながらないと新世界には行けないよ。それなんだがね、今回はカフェイグジットに侵入し、北利権への直接回線を利用して新世界へ行こうと思っているんだ。外からハッキングするのが無理なら、カフェの中からアクセスしようってことだな。ほう、敵陣に乗り込もうというのか。なかなか大胆な作戦だな。ちょうど PC や新世界ゴーグルも手元にあるわけだし、このまま直接カフェイグジットに行ってしまおう。侵入するって言ってもどうやって中に入るの？建物の外からカフェ内の無線 LAN に接続し、そこからセキュリティを乗っ取り、入り口のロックを解除する。俺とターニチカなら5分とかからないだろう。つまりネットワークへの不正アクセスと建物への不法侵入ってことね。そうだ、自分たちが信じる正義のためとはいえ、俺たちは法を犯すことになる。そして何よりも、ここから先は13件に対しての完全な敵対行為となる。正直言って何が起こるかわからないし、身の安全も保証できないだろう。ここで帰ってこの件からは手を引いたとしても、俺は誰も責めたりはしない。むしろそうしてほしいと心のどこかでは望んでいる。ここまで来て我が輩が臆病風に吹かれ引き返すとでも？見損なってもらっては困るぞ、世界。私はここまでコケにされて指をくわえて見てるなんて嫌だな。そりゃまあ怖くないって言ったら嘘になるけど、それ以上に腹が立ってる。だから先に進むわ。言うのも超プンスカだよ。みんなで考えたゲームが悪いことに使われるなんて許せないもん。だから戦う。ええ、それに私たちはさっきあんな恥ずかしいポーズまでさせられたのよ。ははここで逃げ出したら一生自分を呪うでしょうね。ターニャもやるのだ。もしも北利権の中に悪い奴がいるのなら、それが誰でも見つけて懲らしめてしっかり反省させてやるのだ。僕たちは7人揃ってジャッジメント7です。やりましょう、オワリさん。弱小ゲーム開発集団の意地を見せてやりましょう。レイジ君、弱小は余計だよ。俺はお前たちを誇りに思う。俺たちは最高のチームだ。よし、ここでもう一度ジャッジメントポーズを。それはいいから早くして。こんなところを誰かに見られたら不審がられるって。まあ目立つ行動は避けようかね。何日か行けるかい？おう、準備万端だぞ。それじゃ始めようか。これでロック解除なのだ。
よし、中に入ろう。人はいないと思うが、慎重にね。ちょっと待って。新世界に行くにしても、その後はどうするの？闇雲に行動しても意味がないんじゃない？無論目的はある。今回、アカシックに行く最大の目的。それは、レーナを探すことだ。一例を？でも、一例は前回の新世界体験の時に、記憶データを失って、もういないはずじゃ。確かにそうかもしれない。ただ、何らかの痕跡があるはずだ。少なくとも、アカシックや13件に関する情報の断片か。まずは、そいつを何としてでも見つけ出す。13件と戦うといっても、圧倒的に情報が不足しているからな。戦うための武器を手に入れるのが今回の目的だ。そっか、新世界に行ったからって13件と戦えるわけじゃないしね。まずは情報を集めるってことね。分かったわ。作戦時間は最大でも現実世界で6時間といったところか。つまり新世界で6日間だ。何日か、タイマーのセットを頼む。了解したのだ。ダイブしてから6時間経ったら自動的に回線を切断して現実に戻るようタイマーをセットしたぞ。失敗した場合は一度体勢を立て直し、もう一度新世界へ向かうことにする。それじゃプログラムを立ち上げようか。ワールドプログラムスタンバイ。さて、今回のボイスコマンドは誰にしようか。ここは我が輩に任せてくれないだろう。いるか？あんた前にやった時にプログラムが認識しなかったじゃない。そうよ、あの時みたいに規制すぎて起動しないなんてことがあったら興ざめだわ。今度は問題ないぞ。我が輩、失敗は繰り返さないタイプだからな。実はあれから密かにボイスコマンドの特訓をしていたのだ。そうかい。じゃあ今回はイルカにお願いしようかね。任せろ世界。我が輩の言霊により皆の者を新世界へと導いてみせようぞ。明日で壊滅しますですって。明日ってどういうことよ。確かまだ1週間の猶予があったはずじゃない。お姉ちゃん、スマホを見てよ。日付がおかしなことになってるよ。おかしいのだ。ターニャたちが旅立ったのは8月12日の夜だったはずなのだ。なのにどうして6日も進んでいるのだ。わけがわからないのだ。つまりここは死と消滅まで残りあと1日という世界なのね。現実よりも時間が先行しているんだわ。バカシックってそんなこともできるのね。残りあと1日ということは通信網が破壊され都市機能は完全に麻痺しておる状況だな。間もなく某国のミサイル施設のメインシステムが JK ことジャッジメントナイツによって奪われる頃だ。
ちょっと調べてみようよ。まずはレイナさんの手がかりを見つけないとだしね。ここも JK マークが侵食してるわ。まったく、自分たちのゲームの設定とはいえ、こうして目の当たりにするといい気分ではないわね。ゲームというのはあくまで非日常を楽しむものであるからな。それは現実ではありえないから面白いのであって、本当に起こしてしまおうとするとはナンセンスである。街並みから色が消えたわ。あー、なんかすごいね。そうだ、写真撮っておこうっと。あれれ、ユーノのスマホ壊れちゃったのかな。ちっとも動かないよ。時計も止まっちゃってるし。本当だ、私のスマホも時計が止まってるし。ターニャのもなのだ。完全にフリーズしているようだね。これって一体どういうことかしら。この現象はまさか。いや、間違いない。これは、この現象はまさしく時間症だ。何ですか、その時間症っていうのは。光の粒子の動きさえも停止させてしまう完全なる時間停止能力、それが時間症だ。だがその技が使えるのはこの世界で我が輩ただ一人だけのはず。つまりバカはあんただけってことでしょ。我が輩以外に一体誰が時間症の能力を。だ、まさか、まさか、あの男が。くっ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 。な、何よこの声。ほら、キモい笑い声を出してるのは誰なのだ。隠れてないでちゃんと顔を見せるのだ。あ、みんなあそこ。お前たち、我に近づくことを特別に許そう。また変なのが現れたわね。でもでも、近づくことを許してくれるってことは悪い人じゃないんじゃないかな。言うの、そんな簡単に他人を信用しちゃダメよ。そもそも近づくことを許そうって言ってる段階でもう何様って感じじゃない。ちょっと、そこの勘違い男、私たちに用があるならそっちから来なさいよね。それともそんな度胸さえないの。バカ浅野、あの男、彼を挑発するんじゃない。なに、イルカ、あんたってばあいつのこと知ってんの。ああ、そっか、またいつもみたいに私たちのゲームのキャラってわけね。でもあんなキモい笑い方のキャラなんていたっけ。あたし覚えがないんだけど。しゃべれ。だから挑発するんじゃないと言っておるだろ。くっくっくっ
まあいいだろう。我の方から出向いてやるとしよう。消えた。来てやったぞ、海の子。近くで見ると結構きついかも。というか、夏なのにその格好はないと思うわよ。無理してる感がありありで、正直痛々しいから。言うの分かったよ。とこの人はロックンローラーさんなんだよね。いや、やはりお前は。だが、そんな、ばっかな。で、結局のところ、あんたは誰なのよ。そんなに我が気になるか。いいだろう。特別に教えてやろうではないか。己が魂に刻み込むがいい。我が名はイカルガ、偉大なる支援の王。はあ、イカルガ？誰なのよそれ。言うのも知らないよ。そんなキャラ聞いたこともないのだ。イカルガ F スバルスカイ。あ、夏美さん、このキャラを知ってるんですか。そう言われてみれば、なんか夏美さんが描きそうなデザインではありますけど。でもちょっとダサいですよね。失敗作ですか。いいえ、彼は私たちのゲームのキャラではないわ。じゃあ何ですか。それは、その、なんと説明すべきかしらね。我が輩が解説しよう。イカルガ F スバルスカイ、赤と青の炎を操る支援の王。光さえも停止させる時間小能力を操り、その魔力は無限。圧倒的なカリスマ性で地上のあらゆる生物を虜にする魔性の男。人か神か、はたまた悪魔か。いや違う、その正体は我が輩イルカ2号の真の姿なのだ。まあそういった設定なのよ、イルカの中でのね。はあ、設定ですか。はあ、ようやく思い出したんや。イルカは昔そんな名前であちこちのサイトに降臨してたね。そうそう、自分のウェブサイトも運営してたっけ。確かタイトルは紳士帝国の黙示録だったかな。ディープパープアップカイパス。それは現世における我が輩の戦いの記録なり、そして我が内に眠る支援の王イカルガの覚醒の物語。わかったわ、中二病特有のあれね。いわゆる自分最強設定ってやつね。つまりこのイカルガってのがあんたの理想の姿ってわけ。超ウケるんだけど。なっ、死刑ではないか。小娘、失敬なことを言うな。我をこの肉だるまと一緒にするな。実に不快であるぞ。ちょえー、オリジナルである我が輩に対して何という言い草なり。オリジナル？
笑わせてくれる。お前は我こそが自分の真の姿だと言った。ということはお前のその姿は仮に過ぎない。つまり我こそが本物である。くくく、あ、言われてみればその通りではないか。若輩、どう反応すればいいのか。あんなのに憧れていたなんて、昔の自分を締め殺したい気分だわ。え、憧れてたってあのイルカさんの脳内設定のイカルガニですか。昔の話よ。高校3年の時だから遥か大昔だわ。それって割と最近ですよね。ほんの 1,2 年前の話じゃないですか。夏美の混沌とした世界観の源流はイルカだからね。思い出すな、初めてうちに押しかけてきた時の夏美の初々しい姿を。終わり。それ以上喋ったらその口を永遠に塞ぐことになるわよ。私の名は結城夏美。七つの罪を背負いし暗黒の絵師、支援の王イカルガ様にこの力を認めてもらうためここに参上いたしました。お目通しを願いたい。だったっけ。終わり。いや、あんまりにも面白いから思わずその場で採用しちゃったよ。終わり。殺す。ここで息の根を止めてやれば。夏美さん、落ち着いてください。今は仲間割れしてる場合じゃないんですから。それに誰にだって恥ずかしい過去の一つや二つくらいあります。私だってね、イカルガの正体があんな肉豚だって分かってたらあんな過ちは起こさなかったわよ。でもネットに載ってたイカルガのビジュアルはそれなりにいい雰囲気だったんだから仕方ないじゃない。それ絶対別人の写真か、もしくはすっごく加工された写真だったんですよ。夏美さん、見事に釣られちゃったんですね。イルカ、あなたのせいで私はとんだ恥をかいたじゃないの。まあまあ夏美さん、きっかけはどうあれジャッジメント7に絵師として採用されたんですからいいじゃないですか。夏美さんが加わったことでジャッジメント7の独特な世界観がビジュアルとして表現できるようになったんです。結果オーライってやつですよ。分かったわよ。そういうことで納得することにするわ。このイカルガさんがイルカさんの真の姿だってことだよね。それでイカルガさんはどうしてこんなとこに現れちゃったのかな。それもそうよね。なんかめんどくさそうなやつだけど、それを確かめなきゃ始まんないわよね。あんた一体何の用なの。目的は何なのよ。我の目的を知りたいか。知りたくて知りたくてたまらないのか。知りたがりの小娘たちよ。そこまで答えを請うのならば特別に教えてやろう。この終末の世界で我が求めるもの、それは女だ。イカルガさん、とっても残念なの。言うのはちょっとがっかりしちゃったな。イカルガ最低。ついでに妄想主のイルカも最低。
この世界の全ての女たちを我が怒りのハーレムに集うがいい。それこそが我が千年世界ディープパープエンパイアの存在理由だ。クックックックあんた頭の中はイルカと同じで空っぽみたいね。誰があんたみたいな勘違い野郎のハーレムに入るかっての。っていうかそんなバカな女がいたら逆に見てみたいわよ。イカルガ様を侮辱することは許さないわ。ああ我が愛しいのアシャーノではないか。イカルガ様、このアシャーノのイカルガ様への愛見せてあげますわ。うわー、愛だってお姉ちゃんってば大胆。バカなこと言わないで。私はここにいるわ。あれは別人よ。にしてもどうしてあんなにそっくりなのよ。間違いなく浅野さんがモデルにされてますよね。名前だって似たような感じですし。だけにいい格好はさせないんだよ。ユーニョもイカルガ様のことが大好きなんだから。ユーノさんまで。ムキイカルガお兄ちゃんはタキアンナのものなのだ。誰にも渡さないのだ。我が愛しのハーレムシスターズよ。喧嘩がいけないね。本当に困った子猫ちゃんたちだ。お仕置きが必要くない？そんな、イカルガ様、申し訳ありませんわ。お仕置きなんて。イカルガ様、もう喧嘩なんてしないよ。イカルガお兄ちゃん、タキアナを嫌いにならないで。バカだな。我が本気でお前たちを嫌うはずがないだろう。イカルガ様の意地悪。ユーニョ不安で泣きそうだったよ。イカルガお兄ちゃんに嫌われたらタキアナたち生きていけないのだ。うげえ、なんか最悪な気分なんですけど。あんなのターニャじゃないのだ。ねえイカルガ様、この色気のない女たちは一体何なんですか。アッシャーのかわいそうで見てらんないって感じ。あんたが言うんじゃない。何よ生意気な女ね。貧乳は黙ってなさい。だからあんたが言うなって言ってんの。あんただって同じでしょうが。バカにしないでほしいわ。このアッシャーの確かに控えめな胸ではあるけど、それでも軽く C カップはあるんだから。よくもまあそんな残念な水着姿でイケシャーシャーと嘘がつけたものね。あんたなんてどう見たって A カップでしょ。っていうか A カップだってメーカーによってはちょっと大きすぎるくせに見え透いた嘘を言うんじゃない。うるさいわね。洗濯板のくせに私の胸にケチをつけないで。それを言うならあんただって同じ洗濯板で
うなったらレイジ、あんたが何か言ってやんなさい。え、僕がですか？そんな無理ですって。いいから、あんたは私の味方でしょうが。あなたたち、王の御前で何を騒いでいるの？この声は、まさか。これ以上無礼を働くようであれば、容赦なくお仕置きさせてもらうわよ。ああ、我が愛しの黒のクイーン、夏美か。やっぱり私なの？しかも、どうして私だけ実名で登場なのよ。いるか。なんと醜い男なの。イカルガ様の目の毒だわ。さあイカルガ様、こんなところにいては汚れてしまいます。私たちの愛の拠点ハーレムキャッスルへと戻りましょう。あなた様の偉大なる計画が成就するときは近いのですから。このような者たちに構っていても時間の無駄でしかありません。そうだな、ハーレムシスターズのもう一人のクイーン、白のクイーンレイナの目覚めの時は近い。さあ、我の可愛いハーレムシスターズよ、ハーレムキャッスルにて降臨の儀式の準備に取り掛かろうではないか。何だったのよあれ。みんなどっかに行っちゃったね。ターニャまだ悲しい気分のままなのだ。さてと、わけのわからない連中が消えてくれたところで、イルカ、あなたに質問よ。一体どうしてこんなことになったのか、きっちりと説明してもらえるのでしょうね。いや、だからだな。決して世には発表しておらなんだがな。イカルガとハーレムシスターズの無風な物語を我が輩はコツコツと考えておったのだ。どうやらそれが具現化してしまってるし。やっぱりあんたの脳内設定のせいだ。あまりないぞ。我が輩、この無風な物語に関してはデジタルデータ化しておらんのだ。もちろん流出した場合があまりにも恐ろしかったが言えたかな。紙のノートに記し、厳重にプロテクトがかけられた引き出しの奥深くに封印しておいたはず。なのにどうしてだ。なるほどね。この新世界、アカシックが人の記憶からできているっていうのは本当のようだね。イルカの頭の中にしかない設定まで忠実に具現化してるなんて、なかなかすごいことじゃないかい？脳内の設定が具現化されている。つまり、イルカの脳を破壊すれば一件落着ってことね。そうよ、イルカの頭さえ吹っ飛ばしちゃえばあの恥ずかしい連中も消えるのよ。ユーノたちを勝手に妄想に使っちゃったイルカさんが悪いんだよ。ちゃんと責任を取ってもらわないとね。イルカの頭をボーンなのだ。やっほー、どうか勘弁、どうか。ちょっと待ってください皆さん。
あのイカルカが気になることを言ってましたよね。白のクイーン、レイーナの目覚めの時がどうとかって。それってもしかして…それだレイジ、実にいいところに気づいたな。さすが我が輩の一番弟子。レイーナというのは無論一例のことだ。つまりこのイベントをこなせば一例にたどり着けるということ。我が輩の頭を吹っ飛ばすよりも建設的な案だと思うなり。あなた、亡くなった一例までハーレムに加えていたの？不謹慎にも程があるわ。さすがにそれはドン引きよ。やっぱいるか、最低。言うのもそれはやっちゃいけないことだと思うな。イルカは人として終わってるのだ。違う、我が輩がこの設定を考えたのは一例がなくなるよりも前のことだ。いくら我が輩でも妄想していいことと悪いことの区別くらいついておるぞ。どうだか。本当だ、本当なのだ。皆さん、イルカさんが人として終わってることは否定しませんけど、ここは信じてあげましょうよ。いや、レイジ、そこは否定してほしいところなりよ。それよりも、今一番大切なのはレイナさんのことです。ああ、確かに俺たちがここに来た理由はレイナの手がかりを探し出すことだからね。もしかしたらまだ完全に消えていないのかもしれないな。一例がまだこの新世界のどこかにいるかもしれない。レイナさん、もしまだどこかにいるなら今度はユーノが助けたい。浅野たちには不本意かもしれないが、ここはイルカの妄想設定を利用するのが手っ取り早いんじゃないのかい？まあ確かにそうね。とても不本意だけれど、それが一番早そうだわ。そうだね、うん、分かったよ。イルカはキモいけど仕方ないのだ。それでイルカ、白のクイーンレイーナが目覚めると一体どうなるのかしら。そのあたりの設定をちゃんと教えておいてほしいわ。白と黒のクイーンが揃いしたき、イカルガは世界を滑る真の王、イカルガ王へと最終進化を遂げるのだ。なるほどね。それでレイーナはどうやって目覚めさせるの？それは降臨の儀式を行うのだ。それはさっきイカルガが言っていたから知っているわ。問題は具体的な儀式の内容よ。それは企業秘密につき明かすことはできんのだ。そんなことを言っている場合ではないわ。私たちだって一例を探しているのよ。つべこべ言わずにさっさと白状しなさい。場合によってはそこで一例を奪還できるかもしれないのだから。降臨の儀式とは、イカルガと黒のクイーンが、ゴンゴンをすることで、羨ましくなった白のクイーンが乱入してくるという。はあ？全然意味がわかんないんだけど。っていうか、ゴニョゴニョって何よ、ゴニョゴニョって。ああ、なるほど。つまり、イカルガと黒のクイーンがエロいことをするということか。そこに、私も混ぜて、と、白のクイーンが現れて3人で汗を流す。素晴らしいハーレム的シチュエーションではないか。いかにもその通り、まさに現代版天の岩戸と言えよう。イ
ロいことですって。黒のクイーン、私じゃない。この私が肉豚とエロいことだなんて冗談じゃないわ。そんなこと認めない。絶対に阻止してやるわ。だが怒るがより強いものでも現れない限り、ハーレムシスターズたちの心を変えることはできない。そして怒るがこの世界で最強の存在、まともにやり合ったところで勝ち目などない。この世界で最強の存在なら、イカルガ王にならなくても世界を滑られるじゃないの。だったら儀式も必要なし。相変わらず穴だらけの設定だわ。とにかくイルカ、あなたが自分で何とかしなさい。イカルガを倒して何としてでも儀式を阻止するのよ。分かったわね。できないならあなたの脳を破壊するわ。もちろん現実世界でね。はい、了解したなり。なあユウノ、結局ゴニョゴニョって何なのだ。簡単に世界の説明を聞いてもよく分からなかったのだ。実はユウノもよくわからないんだけどね。でもイルカさんが人として終わっちゃってるってことは間違いないと思うんだ。なるほど、まあ、それなら納得なのだ。じゃあまずはイカルガを探す必要がありますね。確かハーレムキャッスルに戻るって言ってましたよね。お城っぽいって言えば浅草寺とか雷門とか、でも和風すぎますよね。だとしたらロックスって可能性はどうでしょうか。あ、ユーノ、すっごくお城っぽいとこ知ってるよ。キャッスルって言ったら多分あそこしかないんじゃないかな。闇雲に探し回っても仕方ないし、とりあえずユーノの心当たりの場所から探ってみようじゃないか。はーい、じゃあみんなこっちだよ。ほんのすぐそこだからね。ほう、なるほど。確かにハーレムキャッスルと呼ぶにふさわしい場所だね。こいつは盲点だったよ。確かにピカピカしててお城っぽいのだ。これぞまさしく東大元クラス。タチアナ、それを言うなら東大元クラスよ。どっちも似たようなものなのだ。デイジ君かな、言うのはここで間違いないと思うんだけど。そうですね、なんだかここで正解なような気がしてきました。でしょでしょ。じゃあ早速突入しちゃおうよ。言うの前から入ってみたかったんだよね。イカルガさんを探せないよ。そんなことわかってるわ。でもダメなもんはダメなのよ。組み合わせの問題っていうか、絵的にダメっていうか、とにかく言うの、あなたはその手を離しなさい。そうよ言うの、さっさと離して。
中へ入るなら私が一緒に行くから。デイジなんてオワリかイルカとでも手をつないで入ればいいのよ。うるさいのだ。騒がしくてお昼寝できないのだ。にゃー、ターニャの偽物なのだ。にゃふん、なんでお前たちがここに。どうしてハーレムキャッスルの場所がバレたのだ。東大モトクロスで絶対に見つからないはずだ。それを言うなら東大元クロシなのだ。どっちも似たようなものなのだ。つまりジャッジメントセブンの基地こそがイカルガのハーレムキャッスルだったということかい。まさしく東大元クロシだね。バレてしまったら仕方ないのだ。そうだ、こここそがイカルガお兄ちゃんの居城、ハーレムキャッスルなのだ。だけど、簡単にイカルガお兄ちゃんの元にたどり着けると思うなよ。一階ごとにいる万人のハーレムシスターズを倒していかないと上には上がれないのだ。何ですかその少年漫画的な展開は。こっちは普通に一例を探したいだけなのに、どうしてわざわざややこしくしてくれるのかしらね。でもなんだかゲームみたいで面白そうだよ。そして1階の番人こそこのタティアナなのだ。2階に上がりたければタティアナを倒すがいいのだ。できるものならな。させてもらうわね。あんたをボコボコにすれば2階に上がれるってことでしょ。わかりやすくて私は好きよ、こういう展開。なんでなのだ。タティアナみたいな小さい女の子なら誰も乱暴しない、絶対安全だって聞いてたのだ。だから1階の番人を引き受けたのだ。これじゃ話が違うのだ。へえ、それは悪かったわね、期待を裏切って。でもこれが私の性格だから、ま、運が悪かったと思って諦めてちょうだい。浅野のパンチは痛いぞ。多分お前うんこ漏らすぞ。うんこ漏らしは嫌なのだ。イカルがお兄ちゃんに嫌われるのだ。まあ待て、アシャーノ。これは我が輩とイカルガによるお互いのハーレムの存続をかけた戦い、すなわちハーレム頂上決戦。殴り合いなどといった武骨な戦いはふさわしくない。はぁ、あ、お互いのハーレムってあんた何言ってんの。この戦いで試されるのはお互いのハーレムの王への忠誠、敬意、そして何より愛。それらを得た者こそ支配者にふさわしい存在。白きクイーン、レイーナもそんな真の支配者の前に現れるであろう。我が輩はハーレム王になる。イルカさん、すみません、全くもって意味不明なんですけど。にょ
お前まさかハーレム戦線を起こすつもりなのか。さよう。なんという命知らずなのだ。でもイカルガお兄ちゃんがそれを受けるかどうかは分からないのだ。いや、やつならば受ける。曲がりなりにも我が輩が想像した男なのだからな。我が輩イルカ2号は支援の多いイカルガに対しハーレム戦線の開催を申し込む。面白い。受けてたと。イカルガお兄ちゃんが承認しちゃったのだ。タティアナも一階の番人としてスタンバイするのだ。ラウンジで待ってるのだ。なんだかよくわからないけれど、ハーレム聖戦ってのが始まるようね。一体どういうものかしら。ハーレム戦線とは、それぞれのハーレムに所属するシスターたちによる王の代理戦争のようなものだ。それぞれのハーレム王とお互いのハーレムシスターズがチームとなり、一人ずつ対決していく決戦方式となっている。はい、イルカさんに質問だよ。お互いのハーレムシスターズって言うけど、イルカさんにはそんな人たちいるの？何を言う。ここにいるではないか。我が輩イルカハーレムのシスターズか。はにゃ。さあ、我が輩の可愛いハーレムシスターズよ。我が輩のため聖戦を勝ち抜いてくれたわ。調子に乗らないで、この肉豚。そうよ、一体いつから私たちがあんたのハーレムに加わったのよ。言うのもさすがにちょっとそれは嫌だな。イルカのハーレムなんてわけわかんないものに入るくらいなら、うんこ食べて死んだ方がマシなのだ。でもまあ、他にレーナを探す当てがあるわけでもなし、とりあえずはこのハーレム戦線を行うしかないようだね。それにボヤボヤしていたら、イカルガと黒のクイーンによる降臨の儀式が行われてしまうわけだし。それもいいね。冗談じゃないわ。いいわよ、ハーレム聖戦でも何でもやってやるわ。何としてでも降臨の儀式だけは絶対に阻止するのよ。さあ行きましょう。おお、夏美先生、やる気ではないか。それでこそ我が輩のハーレムシスターズの一員。いるか。うるさい。このタティアナこそがハーレムキャッスル1階の番人なのだ。さあ、ハーレム聖戦第1回戦を始めるのだ。そっちはどのハーレムシスターが出てくるのだ。無論こちらはタチアナで勝負だ。行け、イルカハーレムの最小兵器よ。最小って言うな。まるでターニャがちびっこみたいじゃないか。
ハーニャは気が乗らないのだ。喧嘩は嫌いだし、あんましやったこともないのだ。安心するがよい、タチアナよ。ハーレム先生には武骨な殴り合いなど無用と言ったろ。第一の戦いは我が王に捧げる合言葉である。合言葉？なんだそれは。これはお互いのハーレムを褒め殺す戦い。さあ存分に言い合うがよい。それじゃこっちから行くぞ。イカルガお兄ちゃんはかっこいいのだ。タチアナ、お前の番だぞ。早く我が輩のことを語るのだ。よくわからないけど、とにかくイルカのことを言えばいいのだな。イルカはキモいのだ。イカルガお兄ちゃんは優しいのだ。イルカは存在が悲しいのだ。イカルガお兄ちゃんは甘い香りがするのだ。イルカは酸っぱい匂いがするのだ。イカルガお兄ちゃんはモテモテなのだ。イルカは体がボテボテなのだ。キモい、存在が悲しい、酸っぱい匂い、ボテボテ。他になりそうだな。自業自得よね。ええ、そうね。イカルガお兄ちゃんは目が綺麗なのだ。イルカはイルカは目が可愛いのだ。タチアーナ、お前、我が輩の目をそんな…え、何、イルカ、あんたってばそんな目をしてたわけ？わあ、イルカさん目が可愛い。嘘よ、この肉豚の目がこんなに愛らしいなんて。あ、最後のタッチアナの言葉で大逆転の予感がするではないか。勝者、圧倒的な差でイカルガハーレム。やったのだ、タチアナの勝利なのだ。敗北をしたが、最後の言葉は100万点に値する。いい勝負だったわ。なんだかわからないけど、言いたいことを全部言えてスッキリしたのだ。ハーレム聖戦、想像以上にくだらない戦いが続くみたいね。ハーレムキャッスルの2階で行われるのだ。さっさと行って思いっきり負けてくるのだ。まさかイカルガ様にハーレム先生を挑むバカがいたなんてね。驚いたわ。ま、別にいいけどね。このあたし、アシャーノがあんたたちに身の程ってのを教えてあげるわ。さっさと第二回戦を始めるわよ。ならばこちらはイルカハーレムの残念状、アサノで勝負じゃ。誰が残念状よ。
私は何をすればいいわけ？立ち穴の時みたいにあんたを褒め殺せなんて言わないでよ。締め殺すならともかく、褒め殺すなんて絶対に無理だから。心配するな。ハーレム戦線は戦いごとに争う内容が変わるのだ。確か第2回戦は我が王に捧げるラブソング。あー、しまった。我が愛としたことがなんてこと。その我が王に捧げるラブソングっていうのはやっぱりラブソングを歌ってそれを競うってことですよね。だったらどうして浅野さんなんかを選んじゃうんですか。仕方ないではないか。向こうが浅野だったからついこっちも勢いで浅野を出してしまったのだ。まずいわね。イルカ、チェンジはできないの？一度選んでしまったものを変えることはできない。それがハーレム先生のルールなのだ。わあ、いきなりピンチだね。もう終わったようなものなのだ。ラブソングね、イルカに送るってのはうげーって感じだけど、歌だったら浅野さんの楽勝なんですけど。だって私ストリートでライブやってたし。ランララ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 ラで、2回戦も敗北か。イルカさん、いつまでも悔やんでても仕方ありませんよ。これからの戦いのことを考えましょう。そうね、早くも2連敗は確定だものね。これで残りの戦いは落とせなくなってしまったけど。まあまあ、そう決めつけるのは早いんじゃないかい。まだ奇跡が起こる可能性だってあるしね。私から始めるわね。イカルガ様に送る最高のラブソングよ。ああ、私のマスターイカルガ様、とってもクールでナイス長いなの。 F.O.V.E. 愛してダーリン、うふー。かなり微妙ですけど、それでも浅野さんよりはずっとマシですね。浅野という壁はやはり簡単には越えられないようね。偽物ね。その程度の歌唱力で誰かのハートをつかもうなんて笑わせてくれるわね。このあたしが本物のラブソングってのを聞かせてあげるわ。おい浅野、お前の歌には期待している。このマイクで思いっきりお前の歌の凄さを披露してやるんだ。オワリさん、それってあの時の。オワリ、珍しく気が利くじゃないの。オッケー、任しといてよ。期待は裏切らないからさ。どこにいるのかな。
もういい。勝負はついた、浅野。これからサビに入るところだったのに、最後まで歌わせてくれたっていいでしょ。ただいまの勝負はノックアウトでイルカハーレムの勝利。やっぱりこのままじゃ不完全燃焼よ。ハンディカラオケなしでいいから最後まで歌うわね。あ、アサノさん、もう十分です。勝敗はもうついたんですから。そうよ、アサノ、あなたのおかげで1対1になったわ。ありがとう。さすがは浅野なのだ。ターニャ、感激なのだ。浅野、今はその喉を休めることだ。次にまた必要になる時が来るかもしれないからね。ま、あたしが本気を出せばこんなもんよ。別にイルカのために歌ったわけじゃないんだからね。ルールだから仕方なく歌詞にイルカって入れてみただけだから。もちろん分かっておる。それにもしあの歌が本当に我が輩に捧げられたものだったとしても、我が輩にはもったいないので手帳にお返ししよう。え、なによそれ。人がせっかく歌ってあげたのに。超ムカつく。それじゃあ3階にレッツゴーだね。次は誰が出てくるんだろう。ちょっと楽しみだな。タティアナ、アシャーノと続きましたからね。残るはユーニョとナツミですか。ああ、今のナツミっていうのはイカルガのハーレムシスターズのナツミのことで、ナツミさんのことじゃありませんから。そんなこと言われなくても分かっているわ。まあ普通に考えるとユーニョの方なんだろうね。何せナツミの方はイカルガとエロいことをしなくちゃならない大切な体だ。登場はできるだけ後回しにされるんじゃないかね。終わり言わないで。考えただけでも吐き気がするんだから。おかしいですね、誰もいませんよ。バカらしくなって逃げ出したとかかしら。いや、そんなはずはない。ハーレムシスターズのイカルガへの愛は本物であり、それは不変。必ずこの階のどこかにいるはずだ。手分けして探してみよう。ユーニョを見つけたのだ。あれれ、この子気絶しちゃってるみたいだよ。どうしたのかな。とっても苦しそうな表情なのだ。それに両耳を手で押さえてるぞ。どうやら彼女は2階から響いてきた浅野さんの歌に KO されてしまったみたいですね。確かにこのビル結構床と壁が薄いからな。流れ玉に当たっちゃったみたいだね。ひょっとしたら1階のラウンジではタティアナも気絶しているかもしれないな。十分ありますね、それ。え？なになに？気を失うぐらい私の歌声が素晴らしかったってこと？いや、参っちゃうわね。でも困りましたね。ユーニョがこんな状態だとハーレム聖戦の第3回戦はどうなるんですか？第3回戦はイカルガハーレムの戦意喪失にてイルカハーレムの不戦勝となります。